詳しくは概要欄を見てね。どうも、くちゃけ YouTuber ひでさんです。今回はですね、何やらピンポンを押しましてお邪魔したお宅、こちらのお家、実はですね、私の休日の過ごし方ということで、こちらのお客様、実はですね、私の実の弟になります。弟のお宅に訪問させていただいてですね、2年越しのお願いということで、このエアコン、この三菱のね、三菱電機のお掃除機能付きのエアコンを洗浄してくれよってことでね、言われてて、まあ暇になったらね、洗浄するからとかって言ってですね、もういい加減ちょっとカビ臭くなってきたんで頼むよ兄ちゃんっていうことでね、お願いされまして、今日ねお邪魔して、これから全部バラバラにしてきます、このエアコンですね。何せね、まあ実の弟ちゃんなんで、可愛い可愛い弟ちゃんの家のエアコンということでね、これからポンプダウンして外してですね、全部バラし、全バラしということで、バラバラにして、そして洗浄していくと。で、エアコン自体はですね、三菱電機のお掃除機能付きのですね、エアコンになります。2000何年だろう。10年ぐらい前のエアコンですかね。さあ、そうしましたら、今、冷房で、強制冷房で回しましたんで、これからポンプダウンしていくところの状況ということでね。この日はね、もう雨が降ってまして、せっかくの、まあ、日曜日だったんですけどね、雨降ってる中、雨のね、状況を気にしながら、洗浄していきたいということでね。あ、2013年製のエアコンだったかな。さあ、そしたらですね、このゲージ、マニホールドをですね、セットしてですね、ポンプダウンしていきたいと思います。そしたらですね、じゃあ、こっからね、ちょっと早送りして進んでみますか。ポンプダウンのところはね、加速装置パート1発進！さあ、おなじみのですね、エアコン工事ひでさんエアタクチャンネル、おなじみの加速装置発動されましたよということで、あっという間にポンプダウン、バルブ閉めて、OK、停止して、そしてコンセントを抜きましょう。そうしないとね、ビリビリっときちゃいますからね。そして電線を抜きます。1、2、3番、黒白赤で接続されてます。そして外の化粧カバー、ブラウンのね、化粧カバーで割れないようにね、コーキングしてあるんでね、外します。丁寧に。まあ、最悪割れちゃったらね、カバーごと交換してあげましょう。まあ、割れなかったんで、そのまま。そして、綺麗にね、傷つけないようにね、持って帰りましょうよということでね、とりあえず電線を外して、これからね、外しました。室内機外しました。そして、据え付け板も持っていきましょう。はい、外してと。よし、OK。何年ぶりだ、この壁面出たのは。さあ、エアコンをね、2台に積んで、とりあえずね、倉庫の方にね、一回帰ります。ということで、もうあっという間に帰ってきました。さあ、このね、エアコンをこれからバラバラにしていきますが、ビスをね、外していって、今のね、マグネットの皿にね、なくさないように。よくね、1本か2本ね、余ったんだよとかっていうことはありますんでね、そういうことにならないように、まあ、責任持ってね、今からね、作業していきますよ。とりあえずね、ビスを外してと。まあね、三菱電機さんのエアコンはバラしやすい。比較的ね、本当にね、この風向、ですね、この辺も外れます。簡単に外れるよ。まあこれね、お手洗いじゃない、トイレじゃないですね。手洗いできるようにバラせるのが、まあね、売りだよっていう機種だったですね。外れました。そしてね、この辺のね、お掃除機能付きなんで、このお掃除マシンをですね、これから、まあ、ダストボックス外して、全部バラバラにしていくと。はい、フィルター取り出します。はい、フィルター右左取り出して、そしてここね、ボディをね、バラしていくにあたって、ここのビス、2発緩めてあげましょう。2発緩めて外してあげて、ビスなくさないようにね、ビスなくさないように受け皿にね、これを入れておいてね、入れておいて、そして、こちらのビスも外してと。まあね、考えながらね、お掃除ね、エアコンのクリーニング専門でやってる方はね、もうこんな悩むことねえだろうっていうふうに思うかもしれませんが、私ね、普段はエアコンのね、取り付け工事をメインでやってますんでね。で、お得意様に限り、エアコンの分解洗浄とかね、つけたままの洗浄もしたりすることはありますが、基本的にはね、進んで分解洗浄とかね、取り外して洗浄、ついたままの洗浄っていうのはやってません。しかしね、弟、実の弟にね、ちょっとエアコンの洗浄とかできるんだよね、とかって言われてですね、それも確か2年か3年ぐらい前ですよ。で、ああ、いいよいいよってやってやるよ、そんなもの。俺は喜んでっていう感じでね、受け、
受けました。受けましておめでとうございますってことでね、やってやるよと言ったのはいいんですが、もうそれでも2年、2、3年前で、まあ暇の時にね、やってやるからっていうような話して、それでずっとズル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 来てしまってですね、そしてもうエアコンシーズン始まりまして、最近ね、エアコンつけたらちょっとカビ臭くて咳き込んじゃうよなんていうことを言われて、じゃあ、そうだな、この雨降ってる時とかね、まあ、今度じゃあ休みの時にやるよっていう話をさせてもらってですね、まあ今日に至ったと。まあそんなね、内輪の話、どうでもいい話をね、ベラベラ喋ってますが、そういう経緯で本日を迎えると。2年越しのエアコンの分解、完全分解洗浄ってこと。これどうやって外すのかなとかってね、結構ね、突っ込みどころ満載だと思いますが、まあ楽しんでいただければと思います。お前そんな突っ込みどころ満載の動画をさ、この世の中にばらまいてもらっちゃ困るんだよっていう風にね、怒られるかもしれません。もうお叱りをいただくかもしれませんが、すいませんね。これね、一応エンタメ要素ということで、お許しください。で、おじさんの広い背中、脂肪がだいぶついてきましたが、今何をやってるんでしょうか。あ、カバーを外そうとしてたんですかね。外れたよ。やっと外れた。うわ、結構汚れてる。エアコン屋さんの弟でありながら、お前というものは、こんなに汚してくれてどうしてくれる。掃除したことないだろう。うわあ、結構汚れてますね。取れ高。これはいい。いい取れ高。YouTube を始めてね、1年半。今までにね、完全分解洗浄のね、動画何本か上げてますが、その中でも結構汚れがひどい方のタイプ。ありがとう。これはね、いい絵が撮れそうですね。さあ、そしたらですね、これからね、お掃除ロボ、お掃除メーカーのところのね、分解をしていきたいと思います。外しますからね、割とね、これビス2本ね、緩めてあげれば簡単に外れる。見ててください、これ。ほら、三菱電機さんいいですね。これ線まだ繋がってるよね。先にね、これ電気箱の方のね、蓋開けてね、コネクタ外しておくべきですね。後になって見てみるとよくわかる。自分の作業を。まあね、出戻り作業はよくありますが、とりあえずここのね、ビスを緩めて、で、電気品のね、蓋を外してと。で、とりあえずね、コネクタ全部外していきましょう。よし。全部外してバラバラにしてね、洗えるものは洗っていくと。うん。いいね。こっちに置いておこう。まあでもね、いつもね、思うんですけど、このエアコンのね、分解洗浄専業でやられてる方、特に大阪にね、いますね。大阪の愛生クリーンサービスさんとか YouTuber さんって言いますよ。毎回ね、面白い。エアコンのね、完全分解洗浄の動画上げていらっしゃる方いますが、まあその他にもね、完全分解洗浄とかね、分解洗浄されてる方いると思うんですけれども、これ迷ったり、こう迷子になったりすることないんですかね。あれ、これどこの部品だったかなとかね、外して、それで、まあ組んでね、組むときに、あれ、部品1個余っちゃったよみたいなね、そういうことないんですかね。まあそういうね、なんか、ヨタ話じゃないですね。そういう失敗談あったらですね、またコメント欄に書き込みいただけたら、まあ、面白いかなとは思います。さあ、このような形でね、今ね、ムーブアイとかね、この辺のパーツを外してと、熱交換の完全分解洗浄っていうね、熱交換器とシロッコファンとこうドレンパンとね、全部割る。うわー、バッチリ見てる？うちの弟さん、こんな汚れてたんだよって感じでね。これはね、うちの弟家族に向けた動画になります。はい。そうしたらですね、ドレンパンもこちらに置いておいて、そしたら次ね、よく喋るね、お兄ちゃん。こんな、いつもこんな喋んないのに、よく喋るね、動画だとっていうふうに言われそうですが、これ一応仕事でやってるんで、いつもはこんな喋ってませんが、うん。まあ、内輪の話ですが。そしたらですね、この、電気品箱をね、外してあげて、どうやって外すんだ？ここにビスが、あ、違うな。ここに爪を引っかかってるのを外せば、ほら、簡単。いいね、三菱電機。三菱電機さん、本当に簡単分解するの。うん。
そんな三菱電機のことばっかり褒めてるけど、まさかステマじゃないだろうなってね、言われるかもしれませんが、一銭ももらってませんからね。ただ私は三菱電機さん好きです。ダイキンさんと三菱電機さん本当に好きですね。ワンツーで好きですね。さあ、そしてコネクタは全部外せるものは外してきますよ。どうだろう、どこだろう、今何やってるんだろうか。コネクタを、あ、違う、わかった。アースを外そうとしてるのかな。アースを無理にね、無理くり外してダメにしないでくださいよ。まだ2013年製なんで10年経ってない。何年だろう、今何年、2021-2013は7、8年か。8年使ってるんですね。それでも8年製。うん、まあここで一回ね、洗浄してあと何年か使って更新っていうか形でいいんじゃないですかね。はい、そして今バラしている途中ですが、このような状況、熱交換器の汚れとしてはホコリを吸い込んで、ホコリが熱交換器に挟まっている状態でそこにカビが発生。シロッコファンも同様にホコリがファンのね、この一枚一枚の羽のところに付着してますね。さあ、そうしたらですね、これを熱交換器を外すのにどうやってやるんだろう、考えながら考え中考え中。こっちに受けが、軸の受けがあって、さあどうやって外していくんだろうかと。まあ基本的にね、エアコン自体はね、あの難易度、バラす難易度はありますよね。あの難しいもの、簡単なものありますが、これは比較的、お掃除ロボ、お掃除ロボ、お掃除メカ、なんで何回、3回も言ったのかわかりませんが、お掃除メカ付きの中では比較的簡単だと思います。さあ、そうしたらですね、ビスを緩めてあげて、この辺の、どれを外すんだべかと。どこだろう。この線をね、まずね、このガイドに沿って入っている線を、外してあげてですね、ちょっと待ってくださいね。ここに、あんま無理してね、引っ張ったりするとね、コネクタのところが変な風に外れちゃってね、後で動作不良が起きたりすることがありますんで、気をつけてくださいね。おじさんがうろうろしている状況。さあ、これね、どうやって熱交換器を外すのにどうやってやるんだべかと、今悩み中。さあ、ちょっとね、悩んでるところはお見苦しいよということで、こっから少し早送りしますかね。加速装置パート1発進。違った、パート2ですね。思わずパート1パート2間違えましたが、まあそんなのパート1だろうがパート2だろうが関係ねえよ、もうどうでもいいよって、しっかりと解説をしてほしいよと視聴者の方に怒られそうですが、まあね、まあこれエンタメ。シロッコファンをね、これから外していくにあたって、このね、モーターのカバーを外すのが結構ね、苦労しました。そして熱交換器を外していきますよ。素手でやってるけどカビがついちゃうね。そしてシロッコファンも外れました。はい、裏もね、カビてますね。うん、バッチバッチ。はい、そして、これから、ね、薬液を使ってですね、薬液を使ってこのカビ、ホコリ、汚れ、とにかくね、綺麗にしていきたいと思います。シュッポ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 しながらね、この蓄圧式のもので噴霧していきたいと思います。薬液をね。はい、好き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 、薬を噴霧しよう。好き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 、エアコン洗浄。完全分解洗浄楽しいな。どこが楽しいって言うと綺麗になるところ。こんだけ汚れてるカビが綺麗に綺麗になってゆくんだよ。ああ、薬漬け。ドラッグ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 ピーポー。ウッフッフー。はい、思わずドラッグという言葉でね、テンション上がってしまいましたが、私やってないですよ、そんなものはね。はい、ここのね、保温剤をスルリンパと抜きますよ、抜きますよ。まずね、インシュロックで縛ってありましたが、それを切りまして、スルリンパと抜いていくと。
なかなか抜けないね。なかなか抜けない。よし、OK。あ、ここスプリング入ってるんだ。スプリングベンダー入ってるんだって感じですね。はい、そしてコネクター類がね、濡れないように。もうね、これね、噴霧する前にね、これ、コネクターとかね、養生しとかないとダメですよ。まあね、まあまあ、これ身内のね、身内のエアコンの、洗浄ということで、まあ、手抜き作業。お前さ、手抜き作業とか言いながらさ、お金をさ、お客さんからもらってる時もそうやって適当な仕事やってんじゃねえよ。大丈夫？とかって言われそうですが、いやいや、そんなね、もうね、違いますよ。しっかりとね、お金いただいてる時はね。まあ、ちなみに、今回はですね、こちらの弟、我が弟ということでね、お金なんていただきませんよ。もう、身内からお金取ってもしょうがないじゃないですか。ということで、まあね、ビール2本で、この、分解洗浄しております。350のね、アサヒスーパードライだったような気がしましたが、何だったかな、もう飲んじゃったから忘れちゃいましたが。さあ、そして、噴霧してですね。はい、これからね、タスコのね、この高圧洗浄機、洗浄機水洗いをしていきます。まあね、これ薬液使ったんで、これね、綺麗にね、流さないと、ね、帰って、熱交換器とか痛める可能性がありますんでね、綺麗に水、大量の水で洗い流していきますよ。さあ、噴霧して、まずはね、予洗いということでね、このホコリを綺麗に飛ばしていきたいと思います。まずね、内側から、水の勢いでね、外側に飛ばしていきたいと思います。これね、大阪の愛生クリーンサービスさんとかね、使ってるね、噴霧機じゃない、高圧洗浄機だと、ケルヒャのものを使ってるのかな？ちょっとね、私もね、まめに見てますよ。木村さんのね、仕事っぷりをね、盗んでますから。はい、このような形で、ほこり、いいですね、こうやってね、綺麗になる。黒くて汚い、ドロドロしてる、気持ち悪い、キモい、この、なんだろうこれ、ほこりと、カビと、とにかく、なんか、すごく体に悪そうなものがくっついているんで、これをこのような形で、高圧洗浄で、洗っていくと、ほんと綺麗になる、気持ちいい。最高。ほんとね、気持ちいいですね、これ。さあ、このような形でね、汚れが落ちるとね、ほんと気持ちいい。はい、あなたの喜ぶ顔が見たいから、このように頑張ってビール2本でエアコン洗浄を行っております。どうですか？兄貴、いい仕事するでしょ？はい、そしてこちらの熱交換器のこの汚れもね、落としていきましょう。白っこファン向こうに避けておけばよかったけどね、まあいいか。間に入ってちゃうね。はい、このような形で、綺麗にしてきましたよ。十分にね、水で洗い流してと、このような形でね、細かい部分、残りがないように洗い流してきました。はい、ここでお楽しみ。ステップ。はい、こんにちは。私は静岡のエアコン屋さんのヒデさんです。水切りダンス。1、2、1、2、1、2、3、4、1、2、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、OK! よし、水が切れた。そして、白っこファンも洗い流して、綺麗にしていきますよ。いいね。綺麗にね。これ、ビスをね、この軸止めのビスをなくさないようにね、さっき緩めて外して、ちゃんとはめておいたと思ったんだけど、この時にね、なくしちゃう人もいますんでね。なくさないように本当は外してね、皿に入れておいてもよかったかもしれない。でもそうするとね、白っこファンをモーターにねくっつけた時に閉めるのを忘れたりしてね、そういう失敗もしたことあります、過去にね。そうするとね、試運転の時にカタカタ言い出してね、あら、やばい、閉めてなかったなっていうことに気がついたってことありました。もうあれも10年ぐらい前かな。そして今度はこのフィルターとかね、このパーツ、みんなね、ボディ、顔はやめろよ、ボディということでね、これもうカビてます、カビがすごい。その辺もね、薬液で、洗って水で流してっていう感じですね。 OKOK、
本当に OK なのか分かりませんが、そしてダストボックスも洗いました。そしてボディをね順次順番に洗っていくと、あスパイラルそこにねあったら薬液かかって錆びちゃうんじゃない、大丈夫かな、まあいいか、長期在庫。そしてね今度はね何を洗うんだろう、フィルターを洗いますね。何を洗ってんだろうって、まあ今エアコン洗ってるんですけどね、まあ部品をね洗ってね、はい、そしてこれドレンパンと、あとこのねコネクター養生しないまま、うわコネクターねブラブラしてますけど養生しないまま洗っちゃってますね、すいません弟さんごめんなさいね、壊れてないかな大丈夫かな、はい、ここね綺麗に洗い流してと、まあね気遣いながらねコネクタの部分にはかけないようにしてますから、よし OK、 本当に OK か、ちゃんと養生しなきゃまずいだろうって、はい、そしてこれねおなじみの汚れ具合、洗浄して出た汚水ということでね結構汚れてます。で、脚立の上にね熱交換器等々を置いておいてですね、水を切ってあげると、そしてすべての部品を洗いました。洗えるもの洗って綺麗になったんではなかろうかと。さあ、そうしたらですね、この熱交換器とかね、このドレンパンとかね、水がね、まだ付着してますんで、強制的にブロワで吹き飛ばしたいよと。吹き飛ばしていきますよって感じですね。こういうね、割とね、細かいところに水がね、入り込んでますんで。そして熱交換器も、もうキリがない。ほんとキリがない。これでね、吹いても水が出るって感じですね。まあいいかな、こんなもんで。本当はね、ずっとね、天日でこう、さらしてね、干しておきたいぐらいですが、一日でもね。まあそんな猶予はありませんので、ということで、強制的にブロワで吹き飛ばせるだけ吹き飛ばして、そして組んでいくと。ほら、こんな出るんですよ。はい、そしたらですね、このような形に綺麗にね、光ってます。いいね。綺麗に輝きを取り戻して。そして兄の優しさ、この消臭スプレー、効果があるのかないのか知りませんが、まあ、大量に噴霧します。どうだ、これは兄貴の優しさだぞ。ほら、ありがたく思えよっていう感じで、噴霧しました。聞くのかな、これ。さあ、これより、難工事、弟の家のエアコンの復元手術を行う。今日は上からのカメラアングルということでね、お楽しみいただければと思います。さあ、まず熱交換器をセットするのでよかったのかな？順番どうだったかな？あれ、モーターとシロッコファン、どこの順序で入れたんだろう？まあ、いくつか先進んでっちゃいましたね。ごめんなさい。今熱交換器をね固定してるところになりますかね。で次のシーンは耳を掘ってるのかな。どう、ここ痛くない、気持ちいい、あ違いますね、これシロッコファンの軸を止めてたんですね。はい、カメラの停止をして次のアングル、はい、まあね、もともとねついてたものを外していって、その逆の手順でね今、戻っているっていう形ですね。今度は電気品箱とかね、その辺を、元に戻しながら、そしてこれはね、お掃除ロボメカを復元していくと、そういった流れになっていくと思います。これかな、順番。まあね、実際ね、あれこれ次どれだったかなっていうふうにね思った時ね、私動画撮ってますんでね、動画を振り返りながら組み立てていく。それじゃお前、素人に毛が生えたぐらいのエアコン屋だなお前よ、と怒られそう、注意されそうですが、ごめんなさいね、普段はね、あまりね、エアコンの分解洗浄はそんなにね、年間どうだろう、20代、30代、まあ、販売するためのエアコンをね、洗浄したりっていう、まあ、完全分解洗浄だったり、まあ、分解せずに洗浄したりっていうのはしてますが、まあね、ロボ、こういうお掃除機能付きのはどうかな、年間、まあ、10代、15代、ぐらいかなって感じですかね。
うわ、それ言い訳でしょ。それさ、あまり詳しくないのにさ、なんとなくエアコンをさ、ばらして、洗って、それでまたなんとなく組み立てて、それを撮ってる映像を YouTube に上げて、これ面白いでしょって上げてるわけ？それってさ、美味しいよね。美味しいよねって。だって、それで収益入るわけでしょ？っていう風にね、突っ込まれるかもしれませんが、美味しいですよ。YouTuber、皆さんも YouTuber になったらどうですか？本当にね、楽しいですよ。まあね、いろいろね、誹謗中傷、きついコメント、等々ありますが、まあね、やってて楽しい。まあね、いろんな皆さんとね、コミュニケーション取れるのも最高に、最近楽しく感じております。さあ、今ね、少しずつね、組み上がってきましたんで、この辺で加速装置を発動してみますかね。加速装置パート3発進。はい、加速装置パート3発進しましたよということでね、今日は長いですね。もう25分超えてますね。だって長い動画を上げることによって YouTube さんが皆さんのおすすめに上げてくれるわけなんですよね。そうするとたくさん見てもらって収益がガッポガッポヒデさんのところに入ってくるっていうシステムなんですよね。それって美味しいですよね。ってね、そんなにね、いやーでもね、ありがたいですよ。収益ね、いただけるのは本当に嬉しい。まあね、子供3人育ててますんで、まあその、年学費の足しでもね、できればなと思って、お父さん頑張ってるわけですよ、本当にね。まあ皆さんね、お父さん、全国のお父さん頑張っていきましょう。さあ、何の話をしているのかというとね、今もうビスをね、止めていって、さあ、これでクライマックスを迎えてますよ。迎えてます。まだ終わらないですよ。まだこの動画。よし、オッケー。ほら、一本もビスが残ってない。よかった。ああ、この充実感。ビスが余らなかった時の充実感。こんなね、当たり前だろ。お前、プロだろってね。はい、そしてね、弟の家にね、このエアコン持ってきました。持ってきてね、これね、引っ掛けるところの動画を撮るの忘れてました。今、エアーで、この壁に引っ掛けたところの状況ということで。うん、お兄ちゃん頑張ったね。お兄ちゃんの背中。お互いもう40代のね、後半ということでね、もういいおっさんです、本当に。子供の頃ね、一瞬東京の方にね、電車に乗って二人で旅したこととかが思い出ですよ、本当にね。まあね。身内、家族、まあ大事にしないとね。自分があるのは、まあ周りのね、人がね、いるおかげです。本当にね、いい人を演出しようと、なんか企んでるのか、お前。はい、このね、背中、嘘はついてないよ。思ってますからね、それはね。そして、今、組み上げてですね、これから、試運転していくと、それで終わりになりますね。で、接続が終わったらですね、真空、一応じゃないですよ。ちゃんと引いてますよ、いつも。真空ポンプで真空を引いて、バルブを開けてと。そして、冷房最低温度、試運転ピと。OK! 最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ヒデさんエアテックチャンネルではですね、ご覧のように、実の弟の家にですね、訪問して、エアコンを取り外して、持ち帰って、エアコンを洗浄して、また、収めると。そういった作業の動画をアップしております。お、このおじさんなんだか背中に汗がいっぱいかいててキモーい。でも面白いって思った方、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あとですね、私がやる気が出るようにグッドボタンをですね、押していただけると嬉しいです。最後までありがとうございました。詳しくは概要欄を見てね。最後までご視聴ありがとうございました。今日はですね、弟の家に行ってですね、エアコン外して洗浄してと、途中ね、雨もね、結構ひどかったりしてね、まあそれでもね、なんとかエアコンに念押しの洗浄ということで完了してよかったです。また見てください。ありがとうございました。兄貴風吹かしまくり。